とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、先日、放送しました動画で、ハメ技紹介しました。これがね、ラスボスにも効くのかどうか、やってみたいと思います。ラスボスに効いたら相当やばいよ。ラスボス、かなり強いからね。これを簡単に倒せるようになるってなるなら、とてもやばい。修正が来るぐらいのやばさかと思うんですけども。まあ、とりあえず、どれぐらいいけるのかやってみましょう。それでは行きましょう。変身してたらダメなので、空間に装備させてきました。さあ、ラスボスには効くのかい？避けられた。避けられた。効くね。ラスボスにも効くのこれ。あー、ラスボスもね、完全無効化できますね。これはダメだぞ。ラスボスに効いちゃダメだね。いや、このハメは本当に最強なんだな。このハメ技最強です。タイミングさえ間違えなければ、まあ間違ったとしても全然大丈夫だけどね。いやー、これはひどい。この裏技はひどいね。まあ確かに最近ね、マルチでこれ使う人ね、結構見るんですよ。結構見るんだけども、これはいかんわ。これはいかんわ。まあ、あれだね。修正は来ると思う。間違いなく。この絶対ね、難しいはずのボスが、こんなに楽勝に倒せるっていうならば、これはちょっと問題だもんね。これは問題です。なので、おそらく近いうちに、修正は来ると思いますけども。いや、これえらいこっちゃな。えらいこっちゃです。ラスボスをここまでね、無力化できるってやばいっすね。まあ普通に戦った方が早いね。でも普通に戦った方が早く倒せるのはそれは間違いない。いや、でも、そうか。そう、ソロで行った時はね。マルチで行くとみんなでこうボコれるんで、そっちの方が早いか。まあまあ、とにかくかなり卑怯なので、これはマルチではやらない方がいいですね。マルチでは、まあまあ、その前に修正は来ると思うんですけども、まあ、今からでもマルチで使用するのはちょっと控えた方がいいですね。難易度がもうガタ落ちなので、これは面白くないな。これはちょっと、おそらくこの変身した後のドーベルにも効くんじゃない？おそらくこの感じだと。ちょっと変身後のドーベルにもちょっと使ってみましょう。効くと思うけど。さあ、新ドーベルはどうだ。もちろん効くよね。もちろん効いた。こりゃいかん。こりゃいかんわ。新ドーベルはね、ほんとね、最強の敵なので、もうドキドキしながらね、みんなで戦って、もうやっと倒せたぞみたいな、そういうのをね、分かち合うようなコースなんで、これはいかんぞ。これはいかん。マルチでは本当に、やめましょう。マルチでこれ使うのは難易度だだ下がりです。はい、ほぼ初期位置、まあまあそうだね、初期位置のまんま倒すことができますね。ちょっと最後抜けられたけども全然大丈夫だ。まあ最後こう
全体にねウェーブを打ってくるんですけども、まああれも食らっても、うん、風化ですら1200ぐらいだったんで3発耐えれますもんね。うん、その途中で飯食えば何とでもなるので、いやーこれはねやばいハメ技だな。はい、それではですね、今日はラスボスにハメ技は通用するのかやってみましたけど、結論通用します。もう簡単に倒すことができるようになります。うん、でもこれやると本当面白くない。うん、面白くないので、まあソロでやるにはいいとして、マルチではやめましょう。マルチでするとね本当に面白さ半減、いや半減どころじゃないね。うん、もうとてもじゃないけども面白くなくなるので、はい、マルチでは、使用を控えてください。まあおそらく、修正来ると思うんですけどもね、これはさすがにやばいよ。うん、ゲームバランスが崩壊するぐらいの、ハメ技なので、まあ修正は来ると思いますけども、まあ今からでもマルチで使うのはやめましょう。はい、ということでまたね出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。